はい、こんにちは、高井です。今日はね、3種類の硬いスクワットのやり方を紹介していきます。まずね、通常の硬いスクワットなんですが、この場合はね、足を前に伸ばして行っていきます。足をね、前に伸ばすと、どうしてもこの太もものね、前が効いてしまってね、できない人もいると思います。そういう人はね、足を斜め横に出してやってみましょう。足をね、斜め横に出すにしても、やはり少しはね、太ももの前の筋肉を使います。太ももの前の筋肉をね、使わないようにするには、今度は足をね、後ろに引いてあげますね。後ろに引いてあげて、膝が地面スレスレに来るまで下ろしてあげて、上がっていきます。では今日は足を後ろに下げるバージョンでね、左右10回ずつやっていきましょう。どうだったでしょうか。腹筋をね、効率的に割りたい人は、この片足スクワットを行った後に腹筋トレーニングをやるようにしてください。そうするとね、代謝も上がって、腹筋の脂肪も落ちやすくなります。ぜひやってみてください。以上です。